い、ここからは見た時がタイミング占いのコーナーです。よろしくお願いいたします、はい、で今日これ1月の20日は大寒です、うん、王様、はい、王様と書いて大寒です、うん、で大寒ってまあ、1年のうちで一番寒いと言われる時ですけれどもね、でも今日が一番寒いということは、うん、少しずつ暖かくなっていきますよということでもあるじゃないですか、うん、なので春に近づいていっております。で立春が2月の4日、うん、ですので2月の3日がまあ節分になりますよね、うんうん、なのでまあ、ここから言ったら2週間ぐらいですか、2、3週間の間にこう春が近づいてきますよという時期に差し掛かっております、はい、なので、先週健康運やりましたけど、うん、ちょっと体調崩してる人本当に多いです ね, ね, ねあとね天体の動きで言うとね冥王星かあれ私さっきノートあった冥王星が、うん、ちょっと待ってね私のノート逆光やろ冥王星やったと思うねんけどな冥王星やったと思うねんけどなあそう冥王星が水瓶座に移動するんですよ。で冥王星って遠いじゃないですか、うん、だから周期が長いのね。そうよね確かね、うん、だからこっからなんか16年ぐらいだから16年ぐらい冥王星がずっと水瓶座のとこ行ったり来たり行ったり来たりするんですよ。で水瓶座ってなんとなく水の星座っぽいけど風の星座なんですよね。あそうだね、そうだね結構そこ間違いがちなんですけど、はい、なのでなんかすごく旅に出たくなったり居場所を変えたくなったり今までやってきたことをなんかこうやんぴしてなんかこうちょっと違うことをやり始めたかったりとか、うん、なんか結構そういう衝動に駆られることが出やすい時期になったりもするみたいです、うんうん、なのでまあ春に向けてさお正月とか春ってなんかちょっと新しいことをやりたくなったりすることも結構あるじゃないですか、うん、なのでまあ時期的にはそういうこうちょっと別にわざわざしなくてもいいですけどなんとなくこう今までと違うことやりたいなっていうような衝動が出た時はそれはそういうサインなので、うん、はい乗っかってもらうのもいいのかなというような感じがいたします。春に向けてね。はい、では今週今週の占いね、うん、ちょっと今までと変えてみようと思って、はい、カードは後から引きます。ほう、ほんでこれ私、何本持ってんのかな2、4、5、2、4、6、30本あるんですよこれ、うん、オイル持ち歩いてるオイルね、うん、でこれをちょっとなんていうのカードみたいな感じで引いて、うん、おで あれにしようかなと思って選択肢にしようかなと。あーなるほどね、はい、今手元映ってるんですよね。はい、はい、こんなちっちゃいね、うん、これ5ミリちゃう2ミリの、うん、遮光瓶の中にいろんなシングルオイルとも限らないんですけどブレンドオイルだったりもするんですけど、うん、入っているのでこれをちょっと選択肢で行こうかなと思います、はいはいはい、ちょっと麻雀みたいな音していいでしょ。そうやな、ほんまや。はい、で今週の占い何しようかな。じゃあ春に向けて、春に向けて、はい、あなたが準備しておくといいことにしましょうか、うん、はい、はい、春に向けてあなたが準備しておくといいこと。あ、水野さんいらっしゃい、はい、わー五択やって。五択。はい。で、今から言っていきますからね。うん、いきますからね。はい。はい、まず、A、うん、いらんいらん。いらんいらん。はい。B、はい、ゼラニウム。ゼラニウム。お花が続いたね、うん。C、レモングラス。おー、ようですね。うん、よう出ますね。D、うん、フランキンセンス。おー。はい、
で ABCDE ですね、うん、E はい、パッチューリパッチューリ、うん、パッチューリの少女と迷うはい、まあ、ABCDE で選んでいただいてもいいですし、はい、はい、今ね言いましたイランイラン、ゼラニウム、レモングラス、フランキンセンス、パッチューリで選んでいただいても結構です。はい、あなたが春までにやっておくといいことです、うん、今週の占いはね、まあ、なんかこう春までになんかこんなことやりたいなってもし目標とかなんか立ててる方がいらっしゃったら、うん、まあ、それまでに何がいいかなっていうようなことを、はいはいはい、そうか、それでかということで今日はこっちのカード使いましょう、はい、ね、時々使うんですけどねに、したいと思います。はい、皆さん、まあ、書いてくださってもいいですし、なんか心の中で思っていただいてもいいですし、 YouTube で後から見ていただいている方は、まあ、なんか心の中で思いながら見ていただいてもいいと思います。はい、今日はルノルマンカードでいきましょう。大体出揃いましたか？はい、はい、よっ、はい、いきます。ではまずは A のイランイランを選んでくださった方いきましょうね、はい、香りも嗅いときましょう。ラッキーちゃんですね、うん、イランイランはねちょっとユリっぽい匂いが、はい、しますね。はい、あ、すごい A を選んでいただいた方はね、うん、ね、春までにするといいことはね、うん、まずちゃんと育てるってことです。そのやりたいと思っていることをちゃんと育ててくださいっていう感じです。だから気持ちも育てるし、自分自身のスキルも育てないといけないし、何かこうあなたがもし今やりたいこと何も浮かんでないのであれば、自分自身を育てるっていうことをしてくださいって感じなんですね。で、育てるために何が必要かって、やっぱり面倒を見てあげないとダメじゃないですか。うん、その、何でも、生き物でもそうやし、植物でもそうやし、何か育てようと思うと、こう、お水やったり、肥料やったり、お水やりすぎてないかな、肥料足りてるかなとか、いろいろ気にかけていかないとダメですよね。うん、なので、A を選んでいただいた方は、もし何かやりたいことが決まってる方は、それをやるためのスキルであったり、気持ちであったり、例えば人脈が必要な場合は人脈であったり、そういうものをこう育てていく、気をかけて育てていくっていうことをする。で、特に今やりたいなと思っていることがないのであれば、自分自身の成長みたいなものを促していってくださいってことですね。だからこう、人として、人格として、なんかすごくその器もそうですし、育てていく、自分自身が成長していくっていうことを、すると春までにとてもあなた自身がすごくなんていうかな、豊かさをつかむことができますよって、幸運をつかむことができますよという感じのメッセージになっております。なるほど、はい、A の方は育てるというのが、ポイントになってきます。クライさんも、ね、A だそうです。あ、そうですか、はい、育ててください。はい、はい、ぜひね、はい、ではまあそうですね、なんか何でもそうです、育ててみてくださいね、育むとかね、いろいろあるじゃないですか、はい、そういうのをしてみてください。では B に参ります、はい、B はゼラニウムですね、はい、誰もいません。あ、誰もいないんですか、うん、はい、ゼラニウムもね、いい香りですよ。バラに近いような感じのね、香りがします。私結構好きですが、はい、 B の方、うーん、なるほど。 B の方はね、春に向けて自分を大切にするというか休ませてあげる、うん、
っていうのが大事になってきます。英気を養うみたいな感じですね。だからそのこの期間の間に必死になってバタバタバタ動き回るのではなく、しっかりと自分自身の英気を養って春が来た時にさっと動けるようにするってことですね。だから今冬眠してるみたいな感じです。今冬眠してしっかりと、だから冬眠ってさ、でも冬眠って結構体力使うわけよ。何も食べずにずっと寝てるって結構大変じゃないですか。だからその間にしっかりと春が来た時にさっと動けるように、この寒い時期にしっかりと栄養を蓄えて、それはもう心も体も全てですね、影響を養って春になったらさっと動ける自分を作っておく、うん、そのため の影響を養う期間ですよっていう感じですね。でそうやってご自身をこう休ませてあげる英気を養うことによって春からすぐ動けますので、そうなるとそこからのスピードアップにつながっていきますし、今年は結構こう夏場はね忙しくスピードアップしていきますよなんておっしゃる方も占い師さんとかスピリチュアル業界ではよく言われておりますので、ぜひその波にさっと乗れるように、はい、B を選んでくださった方はこの春までの間にしっかりと英気を養ってご自身の、なんていうかな、体も心も大切にしてあげてくださいという感じでした、はい、では C 参りましょう。はい、美香子ちゃんです。はい、あ、いいですね。レモングラス、レモングラス結構刺激が強いのよね、匂いがね。はい、 C さんいきます。うん、はあ、ね、うん、Cさんはね、この春になるまでの間に自分がやりたいことをちゃんといろんな人に伝えてくださいっていう感じですね。うん、ね、もしやりたいことがない方なんかはたくさんの人に会って会話をしてくださいっていう感じです。なので C を選んでくださった方は、もしこう自分が何かやりたい目的がある、こういうふうになりたい、こういうことをしたいっていうことは決まってらっしゃる方は、ご自身が私こういうことしたいのとか、こういうふうになりたいのとかっていうことをたくさんの人に伝えていってください。この冬の間に。ね、もし何も、今んとこそんなすぐ何もないわっていう方は、ひとまずたくさんの方と会って会話をするっていうことが大事ですね。いろんな人と会話することによって自分が何をやりたいのかっていうことが見えてくるかもしれないですし、自分自身がどう動きたいのかっていうことが見えてくると思いますので、ぜひ C を選んでくださった方は会話、対話っていうのがすごく重要になってきます。でね、できればいつも同じ人と喋っているばっかりじゃなくて、できればその、うん、初対面の人とかね。で、まあ、お仕事されてる方やったら、例えば異業種交流会であるとか、まあ、ちょっとそういうコミュニティですよね。入ってみるとか、ね、外に出れなかったとしても、例えば、今やったら SNS の中でも、そうやってこう、バーチャル的にやり取りができるような環境なんかもあったりするので、いろんな人と会話することによって、自分自身がどうなりたいのか、何をやりたいのか、で、こんなことしたい場合はどうすればいいのかっていうようなヒントが、この冬の間に、どんどん、自分の中の情報としてね、仕入れることができますよっていう感じですので、C を選んでいただいた方は、対話、会話っていうのが、この春までの間にするととても良いですよというような感じのメッセージになりました。はい、では、D 行きましょう。私だよ。お。で、ダーハマスさん、水野さん、伊坂さんも D です。はい、D 多いですね。いいですね。フランキンセンスですからね。はあ、D を選んだ方はね、はい、パートナーを見つける。ほう。うん。っていうのがすごく重要になってきます。誰と組むかっていうのがすごく重要になってきますので、うん、この冬の間に自分が誰と組んでどんな仕事をしたいのか、どんな仕事をするのか、どういうことをやるのかっていうことを明確にしていってください。うん、D の方はね。なので、別にその、でもそうやな。この案件はこの人、この案件はこの人、この案件はこの人みたいなんじゃなくて、うん、トータル的に誰と組むのかっていうことをなんかちょっとこう探すと良さそうですね。うん、うん、だから
で、ご自身がどういう人を求めているのかっていうことをちゃんと明確にしてください。例えばもうあのイエスマンが欲しいやったらイエスマンでもいいし、自分の不得意なことをできる人を探すならそれでもいいし、で、それを探す時のポイントは、あのちゃんと伝えていくってこと。今、こういう人を探してるんです。こういう、あの、自分の言ってみたら右腕になってくれる人を探してるんですとか、相談相手を探してるんですとか、こういうことができる人を探してるんですとか、なんかそういう、こう、なんていうかな、自分のやりたいことに対して、一緒に頑張れる人。うん、っていうのを探すっていうのがこの冬のテーマになってきます。D の方はね。なので、そうですね。うん、うん。なんかね、選び出すって感じです。イメージは。だから、いろんな人に会って、その中から、あ、この人と組みたいって人を選び出すって感じなんですよ。だから、あの、一本釣りというよりは、なんかこう、ご自身がここって決めてその人を口説くというよりかは、なんかね、会ってるうちにそのフィーリングみたいな、あ、この人やなっていうのがわかるはずです。だからこそ、いろんな人と会わなきゃいけないっていうのもあると思います。だから、今、浮かんでる人じゃないかもしれないです。なんか、例えば、目星人がいて、あ、あの人とって思ってる人がもしいたとしても、その人じゃないかもしれないです。思わぬところ、思わぬところから思わぬ人が出てきて、思わぬ感じで組むみたいなこともありそうな感じがしますので、D、フランキン先生選んでいただいた方は、この冬に、この春からね、一緒にお仕事をするとか、まあ、趣味のことでもいいんですけど、一緒に何かこう、頑張れそうな人を何かなんていうの、こうパートナーみたいなものを見つけるっていうのがすごくあのするといいかなという感じがしますね。なんかそういうふうにちょっとアンテナ立てて見られるといいんじゃないかなというふうに思いました。では ABCDE いきましょう。はい、岩本先生がいいですね。うん、いいですね。優しい香りパッチューリー。ではいきます。うん。E の人はね、ちょっと面白いんですけど、むしろ何もしなくても厄介事が消えていきますっていう感じなんですよ。そう。だから、むしろ何もしないっていう方が大事です。だから自分が何か物事を解決しようとして、右往左往したり、いろいろ走り回ったり しない方がいいんですよ。うん、待ちです。だから結構待つのも大変じゃないですか。うん、だから、でも、なんか、あの、ちゃんとそういう厄介事であったりとか、そういうことをこう、うまく解決していく波に乗れるっていう感じがするので、そこを、拒否らないというかね。あの、もっとこういう風に解決したいねんっていう自分のその解決の仕方みたいなものにこだわらないっていうことです。だから、こう、波に乗る、うまく、そうやって、あの、勝手に片付いていってくれるので、できるだけそこは、ちょっとこう、第三者的な目で、見守るみたいなことができると、ちょっと厄介事っていうのがうまく片付いていくのかなっていう感じがしますので、いいのかだね、やるといいことは何もやらないっていうところに、なってくるので、そこは、ちょっと、そうやな。我慢しなきゃいけない場面ももしかしたら出てくるかもしれません。ご自身でいろいろ考えて、動けば動くほど逆に、ドツボにはまったりするようなこともありそうなので、できるだけ、静観する、第三者の目で見る、俯瞰するみたいなことが、いいの方は、この冬の間にしておくと、なんかあのいろんなことが春以降スーッとね、うまくあの動いていくというような感じのイメージの、メッセージを受け取りました。はい、はい、いかがでしょうかね。でもなかなか難しいでしょ、そういうなんかもう見守るだけっていうのもなかなかね難しいですから、はい、なんかちょっとやってみてくださいというのが E の方へのメッセージでした。はい、ではダームさん、ああなんかわかる気がするというね、書いてくださってますね。はい、こんな感じでございました。はい、はい、皆さんね、今日大寒ですから春に向けてね、軽やかに、まあ、いろいろありますけど動いてみてください。ではここからは、はい、1週間占いですか。2週間占いいきましょう。今日はちょっと星座の話もしましたので星座でいきましょうか。うん、はい、はい、
でですね、あ、そう、ちょっと宣伝していいですか、はい、あの、私がいつも使っているこのね、カード、うん、この可愛いカードあるじゃないですか、うん、これって、あの、セッション受けたらもらえるカードなんですよ。うん、セッション付きで もらうカードなんですけど、うん、これ、あの、以前 FM ギグで、うん、番組されてた大和恵那さんっていう方が、はいはいはい、あのオリジナルで作ってはるカードで、うんうん、ね、オイルとリンクしてるカードなんですけど、うん、これあの今大和恵那さん、まあ、他にもいらっしゃるかもしれないですけど、基本大和恵那さんにセッションしてもらってもらえるカードなんですよ、うん、でこれは、まあ、基本自分自身とか、うん、あとその、まあ、相手のことを見ることもできるんですけど、うん、基本はこう自分自身に対してこう、セッションしたりするときに使うとすごく有効的なカードなんですけど、うん、私がですね、このセッションカード付きセッションができるように、今度講習を受けることになりまして、うん、なのであのこのカードちょっと広めていきたいなと思ってますので、うん、あのまたそういうねセッションとかやってみたいわとかいう方いらっしゃったら、うん、あのこのカードをもとにあのご自身をまず深掘りするところのセッションからあのお受けできる感じに3月からしてまいりますので、うん、はい、ぜひあの気になった方はねまた調べていただきたいなと思っております。はい、伊坂さん、パートナーかーって書いてますね。まあ、パートナーっていう言い方するとなんかすごいあれですけど、別にそれは男女関係なくね、まあ仲間でもいいと思うんですけどね。うん、でもなんか一人プッと出てきそうな感じのイメージで見えましたけどね。では牡羊座さんからいきましょうね。はい、話だよ。はい、ではどうしようかな。はい、ではお羊座さんいきます。1週間占いです、はい、と、あ、なるほど。お羊座さんはね、今週はね、あのぼちぼち動き出しましょうみたいな感じのメッセージですね。うん、なんかあの自分で勝手に難しく考えすぎないように、うん、もっとフラットに軽く考えていきましょうみたいな感じのメッセージですね、うん、なんか難しく考えれば考えるほど、答えは見えてこないので、うん、シンプルに簡単に考えて、動き出すっていうことがすごく重要になってきますよっていう感じのメッセージです、はい、うん、ラッキーフードは、あ、去年最初ウニ食べてないわ。あら、残念でした。もう期限切れですね。ラッキーフードはトマトケチャップ。ああ、それは全然ハードルフードですね。はい、はい、では続きまして、お牛座さんですね。はい、うん、お牛座さんはね、今週はね、そうやな、あの伸び伸び行きましょうみたいな感じのメッセージですね。なんかあの人目を気にして縮こまらないように、あの伸び伸び、あの自分のやりたいことをやるみたいなね、感じですので、今週はあの伸び伸びとあまりその人の目を気にせずに、天真爛漫に、はい、過ごしてくださいというような感じのメッセージです。ラッキーフードは、ぼんち揚げ的なおかき、あの揚げおかきみたいな、ぼんち揚げみたい、ぼんち揚げね、です。ちょっと多分商品名やと思うんで、ぼんち揚げじゃなくてもいいんですけど、ああいう感じの揚げてあるおかきです。では牡牛双子座さん、はい、ああいいですね。双子座さんはね、今週はね、笑って過ごしましょうみたいな感じですね。笑う角には福来たるですので、はい、今週はなんかこうちょっと嫌なこととかもしあったとしても、もうあの笑ってあの通り過ぎてしまいましょうみたいな感じですね。今週は笑顔、笑うね、なんかそうお笑いみたいなのを見て笑うでもいいですし、なんかそういうこう面白いものを見て笑うでもいいですし、あとにっこり笑顔みたいなね、口角を上げていきましょうという感じです。双子座さんは今週は笑顔で過ごしてくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードは、おー、ラーメン、今日食べたな。はい、
では続きまして、カニ座さん、ちょっと合ってるか聞いといてね、私時々飛ばすから。カニ座さん、カニ座さん、今週のカニ座さんは、今週のカニ座さんはね、嫌なものは嫌、嫌いなものは嫌い、はっきりと意思表示することが大切になってきますっていう感じです。なんかなんとなくこう空気読んでね、嫌いなもんでも嫌なことでもいいですよみたいな感じに言っちゃうと、後々ご自身が辛くなりますよっていう感じなので、今週は嫌なものは嫌、嫌いなものは嫌いとしっかりと意思表示する、まあ好きなものは好きでね、そこもいいことも悪いこともしっかりと意思表示していきましょうというのが蟹座さんへのメッセージです。ラッキーフードは氷はい、今日ちょっとなんかつながってる人がいつもと違う感じがして、なんかラッキーフードが面白いな。はい、では続きまして、蟹座さんまで来たので獅子座さん、はい、獅子座さんの今週のメッセージは、獅子座さんはね、今週ね、生活面ちゃんと見直していきましょうって感じです。特に食生活。しっかりと野菜を食べるであるとか、食べ過ぎないであるとか、なんかそういう食生活を今週はしっかりと見直す、週にしてみてくださいというのが獅子座さんへのメッセージですね。はい。なんかね、外食はほどほどにと言われました、今。はい。なので、自炊できる人は自炊するのが良さそうですよね。はい。なんか、そうね。外食であんまり脂っこいもんとか食べ過ぎないように注意しましょう、みたいな感じで今言われました。はい。ラッキーフードはお米です。では、獅子座さん行きましたので、続きまして、乙女座さん。はい。乙女座さん。はい。乙女座さんはね、今週ね、なんて言うんかな。豊かさを受け取るためには、最初に自分が出すっていうところですね。はい。なんかそれがすごい重要みたい。お金もそうやし、優しさとか心遣いとかもそうやし、基本的に自分が受け取りたいなと思ってるものは先に出していきましょうっていうのが、今週の乙女座さんの重要なことになってきます。うん。なので、それによって循環が起こります。自分にも戻ってきますっていう感じですね。だから、フォーギブっていうのが、今週はテーマになってきます。はい。自分が欲しいなと思うものを先に与えるっていうことを意識して、一週間過ごしてみてください。ラッキーフードは、えのき。えのきだけですね。はい。で、乙女座さんの次は、天秤座さんで合ってますか？はい。はい。では、乙女座さん、じゃなくて、天秤座さんですね。天秤座さん行きましょう。はい、伊坂さん、氷、フードなのかって書かれてますけどね。ほんまにね。では、天秤座さん行きます。はい。天秤座さんはね、今週はね、涙活ですね。もう、これは本当に。なんか感動的なドラマとか、感動的な、例えば、映画でもいいですし、あとその何でもいいですよ。自分が感動できるもの、悲しくて泣くんじゃなくてね、感動できるものを見てくださいって感じです。だからな、別に泣かなくてもいいですよ。泣かなくてもいいんですけど、なんか感動してくださいって感じですね。天秤座さんはね、感動することによってね、すごくね、考え方が変わりますって。なんかこう自分の、その足りなかった、ああ、足りなかったっていうことがなんか気づくみたい。なんかわかんないですけど。なので、天秤座さんはね、今週はね、ちょっと感動してください。ドキュメントみたいなんでもいいですよね。
映画でもいいですし、ね、あの例えば M1 のね最初と最後に流れるやつとかもちょっと感動するじゃないですか。アナザーストーリーとかなんかああいうちょっと感動すること、それをね聞いたり見たりすることによってなんかすごくこう自分のモチベーションが上がるみたいなね、ちょっと考え方が変わったりする方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。今週天秤座さんは感動してくださいという感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは、ステーキ、はいで、天秤座さんの次は、サソリ座さんで合ってますかね。天秤座さんの次はサソリ座さんで合ってますかね。はい、サソリ座さんですね。はい、行きましょう。サソリ座さん、はい。はー、なるほど。サソリ座さんはね、今週ね、一旦自己評価してくださいって、今言われましたね。で、自己評価した上でできてるところを褒めてあげましょうみたいな感じのメッセージですね。例えば自分はできることできひんこと誰でもあると思うんですけど、そのできてるところここまでできてる、あ、すごい偉いねみたいな感じで、自分自身が、そのやるべきことでできてることを、まずは、できてることをピックアップして褒めるっていう、その作業を自分でやってくださいっていう感じなんですよね。ね、何のために必要なんかな、それ。それによって自分の強み、弱みが分かりますっていう感じなんですよね。で、その強みの部分をしっかりと自分でもう一度認識してくださいっていう感じで、今メッセージ来ております。ちょっと自己評価が低すぎるところがあるのかもしれないですね。なので、人と比べるわけじゃないですけど、自分自身がこんだけできてる、こんだけ頑張ってるっていうことをちゃんと自分自身で認めて評価してあげてくださいっていうような感じのメッセージが届きました。はい、サソリ座さんはね結構人に尽くすタイプなので、なんかついついねこう自分を犠牲にしてでも尽くしてしまったりして、なんかこう自分がなんやわからへんくなってる方とか結構いらっしゃるのかもしれませんね、今見ていただいてる方。なのでしっかりと自分の評価みたいなものをね、ピックアップして褒めるっていうのが大事です。ああ、ここまでできてて偉いなみたいなね、ことをされると、すごくいいみたいですよ。はい、サソリ座さんはね。で、ラッキーフードは、ちょっとオマールエビって言われてるけど、オマールエビはちょっと無理やと思うので、エビでいいですよ、エビで。でもできればちょっと大きいエビね、大きいエビが、ブラックタイガーみたいな、ちっちゃい小エビじゃなくて大きいエビが良さそうですね。一番いいのはオマールエビはい、だそうです。はい、でちょっと口角アレルギーの人とかもね、いるかもしれないですからね。そうしたらどうしたらいいですかね。そうしたらどうしたらいいですか。口角アレルギーとかでエビ食べれない人は人間の中に結構いるんですよね。そうしたらね、ポタージュスープだそうです。はい。オマールエビ、もしくは大きめのエビがポタージュスープ。ブラックタイガーを食べてポタージュスープも飲んだらオマールエビ相当ぐらいになるんじゃないですか知らないですけど。はい、ではいて座に参りましょう。はい、いて座さん、あ、いいですね。いて座さんはね、今週はね、なんかよくわかりませんけどルンルンでいてくださいっていう感じです。なんかなるほどね。今週中に、なんか先の予定で、楽しみな予定を何か一つ、作ってもらうといいみたいですね。はい、いて座さんは。だから別にそれは、なんていうの、2ヶ月、3ヶ月先の旅行とかでもいいと思うし、なんか、なんでもいいんですよ。そのイベントとかでもいいと思うんですけど、なんか、いて座さんは、
今週ね、今週中になんかちょっと先の予定でなんかちょっとワクワクするような予定を一つ立ててください。あ、まあ、別に二つでも三つでもいいんですけど、最低一つはなんか立ててくださいっていう感じですね。ちょっとこう、あの先の予定でちょっとワクワクするものを今週中に何か一つ立てるっていうのが、いて座さんの今週やるべきことですね。はい。なんか、それによってね、すごいね、なんていうんかな、波動が上がってね、思った以上のラッキーが舞い込むみたいですね。うん。なんかちょっとこう、ちょっと波動下がってる人多いんかな、伊手田さん。わからない。疲れてる人多いんかな、わからないですけど。なんかその楽しみな予定みたいなものをね、しっかりと立てていきましょうっていうのが、伊手田さんへのメッセージになっています。ラッキーフードは、揚げ餃子。まあ、餃子でもええと思うんですけど、揚げたある方がいいみたい。揚げ餃子って今どっか食べれんのかな。はい。では続き、まあ、最悪餃子でも構いません。はい。お家でね、揚げ物できる方は揚げ餃子なんかもしてみてください。では続きまして、ヤギ座さん、いきます。ヤギ座さんはね、今週ね、体調を気をつけてくださいっていう感じですね。ちょっと風邪ひいたりとか、冷えは万病のもとですので、足元とかね、あと、まあ、よく言うじゃない、手首、足首、ね、その首がつく部分を、ね、首もそうですけど、温めるとね、いいとか言われますけど、なんかね、冷えないように注意してくださいっていう感じです。冷えがね、結構なんかその、風邪とかね、そういうこう、ちょっとした病気に、発展しそうな感じがします。で、結構長引きますみたいな感じで言われましたので、できるだけ、今週は暖かくして、風邪など注意してくださいねっていう風に、はい、目覚ましがなりましたね、という感じのメッセージでございました。はい。なので、なんか暖かいもの飲んだりするのもいいかもしれませんね。はい。で、ヤギ座さんのラッキーフードは、生姜。うん。いいですね。体温まりますからね。では、続きまして、水亀座さんです。昨日の夜に食べたな、オマールエビ。岩本先生、すごいな。やっぱ食べよう思ったら食べれんねや。はい。では、続きまして、水亀座さんです。はい。うん。水亀座さんはね、今週はね、お風呂ですね。もし可能であれば、なんか温泉とかね、銭湯とかね、ちょっと広めのお風呂に行くとすごく良いですが、無理な方もいらっしゃいますよね。で、例えば温泉の元とかね、で、温泉の元じゃなくても、例えばそういう、こう、入浴剤とかね。なんかそういうのを入れて、ゆっくりと入浴するっていうのが、水亀座さん、今週良さそうですね。うん。足をしっかり温めましょうって感じです。お風呂の中でも特にね。で、そういう温泉の元とか入れて、するもよし、そういうちょっとスーパー銭湯的なとこ行くもよし、うん、なんかそういうね、なんかお湯に浸かるっていうのがすごいいいみたい。はい。で、しかもそういうちょっと温泉のそういう濃度があったりするといいみたいね。なんかこうオイル入れたりも私お風呂入るときするんですけど、そういうのでもいいですね。なんかこうただのお湯じゃなくて、ちょっとこう一手間加えたお湯ね、にこうしっかりと入浴してくださいというような感じのメッセージです。疲れてる方多いのかな、水亀座さんね。はい。ラッキーフードは、なんかもう料理やけどな、キーマカレー。はい。フードというより、あ、取れた。では、続きまして、ラストですね。魚座さんいきまーす。はい。はい、魚座さん。
魚田さんはね、今週ね、なんかね、あなたの得意なことが、なんか、あの、みんなの助けになります、みたいな感じのメッセージが来ました。はい。なので、あなたの能力を惜しみなく出してください、今週は。出し惜しみ禁止です。なんか自分ができることがあるならば、その能力を遺憾なく発揮してくださいって感じですね。周りの評価がどんどん上がっていきます。それがあなたにとって、今後プラスになっていきますっていう感じなので、あなたができることを、あなたの能力をしっかりと思う存分発揮する一週間にしてくださいっていう感じですね。うん。いいですね。うん。なんか、あの、出し惜しみ、あ、なんか私できるけど、うん、でもまあ、いいか、みたいな感じじゃなくて、あ、私できますよ、みたいな感じでね。あの、ちょっとこう、アピールするぐらいでもいいって感じですね。あなたができることをしっかりと、あの、周りの人が喜ぶことに、はい、あの、使ってくださいっていうね、困ってる人がいたら、あなたのその能力をしっかりと使っていきましょうっていうような感じのメッセージです。ラッキーフードは、うん、何やろこれ。ラッキーフードは、あのね、うん、みたらし団子。はい。です。はい。そんな感じでございました。ね、得意なこと。はい。あの、特別なことしなくていいんですよ。なんか困ってる人がいたら、あなたがこう、あの、助けてあげるというかね、能力を出すというかね、あの、わざわざ、あの、押し付ける必要はありませんけれども、はい、ぜひ、あの、何かこう、ご自身の能力をしっかりと周りの人の役に立つことに使ってくださいという感じのメッセージでしたね、魚座さんは。はい。という感じでした。はい。以上、占いのコーナーでした。素敵な一週間にしてください。